ねえねえマスター、軟骨の唐揚げ風って作れる？作れるの？なんでもビーガンでできちゃうね。はい、みっちゃんです。いつもありがとうございます。今日はこんにゃくの軟骨風唐揚げを紹介します。こんにゃくを凍らせるとコリコリしてまるで軟骨のような食感になるんです。ぜひ試してみてくださいね。おつまみにもおすすめですよ。それではクッキングスタート。
てー。最後まで見てくれてありがとう。次回もお待ちしてます。それじゃあいくよ。じゃんけんはい。ウフフフフ。